これも簡単に読んでおきましょうね。はい。一定時間ごとにカメラのストロボを発光させ、物体の動きを重ねて写した写真をストロボ写真と言います。ね、一定時間、まあ、例えば、まあ、1秒ごととか出て、ピカピカピカってこう 1秒ごとにですね、光をこう出してですね。はい。で、実際、ね、その1枚 その写真に、このね、それぞれのこの物体の動きっていうのをね、重ねて写したものっていうんですね。うん、なんとなくまあ図4見たらわかると思うんですけどね。うん、これね、前に勉強したあの星の、動きとか、まあ、そういうのを、観測するのにもちょうどいいんですけれどもね。はい、一定時間ごとですね。はい。で、これでボーリングのボールが転がっている時の、状態、まあ、部屋を暗くしてね、このストロボ写真で、一定時間ごとのボールの動きを真横と真上から撮影していますと。はい。ね、これね。はい。結果、ね、わかりますね。一定時間ごとの間隔が等しい。ね、図4見てください。全部 0.5 メートルずつですね。はい。はい。一定時間ごとの間隔が等しく、まっすぐ進んでいることから、等速直線運動をしていることがわかります。うん。それはまあこれ見たらいい。確かにその通りですね。はい。括弧2番。じゃあ、ボールの速さはどうか。はい。一定時間に物体が移動した距離を速さと言います。まあ、これはね、算数で、やってる人がほとんどだと思うんでね。まあ、これ当たり前だと思うかもしれないんですけど。はい。一定時間、決まったある時間に物体が移動した距離、これを速さというわけですね。はい。この実験をしたとき、ボールを投げた位置からピンまでの距離が、うん、例えばの話、20メートルで。はい。ボールが届くまでに2秒かかりました。はい。このボールの速さは、うん、もちろんあれですね。距離割る時間。ね。で、1秒に進む距離が出てきますね。20割る2で10。だから、秒速10メートル。ということですね。はい。はい。また、図4のストロボ写真では、はい。間隔が、まあ確かにこれ 0.5 メートルですね。はい。ということなので、はい、今これ速さが10って分かったので、はい、このね、0.5 メートルを進むのに逆に何秒かかるのかって出そうと思ったら、はい、距離割る速さですね。はい、0.5 割る10ということで 0.05 ですよってことになるわけです。はい。